青みであったりとか、すごい綺麗な空の色のちゃんと残してくれてて、今までにあまり感じたことのない澄んでる純粋な感じの映り方をするなっていうのを感じています。今回 Z50 使わせてもらって散歩したりご飯食べたり、街をモデルさんとプラプラしてる時も本当に使いやすいし軽いし、正直今の時代だったらスマートフォンの方が手軽さとかも撮りやすいっていうのは絶対あるんですけど、撮る時の気持ちって大事で、ちゃんとした写真を撮ろう、ちゃんと思い出を残そうで、そういう気持ちが絶対ないと思い出の写真にはつながりにくくて、カメラ感があって操作してる感もあるし、ちゃんと撮ろうと思えばちゃんと撮れるっていう部分を置きながらも手軽さを備えてるっていう部分が Z50 の良さだと思う。写真って自分の感性とか考えの100%を超えてきてくれるもの、自分の100%を持ってたものが120%、140%で撮れたりする、どんどん足されていく思い出であったり、作品の気持ちよさ、質であったりっていうのが、なんか自分が写真を撮り続けてしまう理由となるので、こんなにも幅広くいいなと思える写真が撮れてたのはすごく印象的だなと思います。大切な思い出を気持ちを込めて綺麗に撮ってみてほしいなっていう、そういう部分に使ってほしいカメラだなと思います。